11時10分です未来を歩くら新番アメリカンエクスプレスピック1300万ユーザーが使っているソーシャル経済メディアニュースピックスとコラボレーションして未来を読み解くヒントになるような話題をチョイスして紹介解説してくださるのはニュースピックスの公式コメンテータープロピッカーで介護サービスの提供などを行っている株式会社リクシスの創業者酒井城さんですすよよろろししししくくおお願願いいまます。 酒、えー、井さん、ねえー、介護分野の専門家として番組にも、えー、出演されたんですけれども、はいえー、番組サイトをピックしているということですが、あのー、厚生労働省の調査によると息子が親の介護をするケースがそのお嫁さん、まあ、つまりその、ねえー、奥さん側からよりも上回ってると、はい、これはどうですか、酒井さんえと。ちょっとショッキングなデータで、あのーまあ、だんだん社会が変わってきているというのはみんな知っていることだと思うんですけど、はい、あの本当にこう息子って昔は。 昔は介護してなかったんですよねいわゆる専業主婦がいた時代はその長男の嫁が介護をしたものなんですけどそれほんのちょっと前までそうだったんですが、うん、今、まあ、息子もこれから介護することになるよって言ってたんだけどその速度がですね思ったよりも速くて、はい、本当に当たり前なことになっただからそのリスナーの中でも男性の方でなんか介護不安な時にはいると思うんですけどそういう方も将来自分がすることになったっていうのがやっぱり大きな、まあ、ニュースだったんじゃないかなと思います。うん、はい あのー、その番組の中ではその50代のディレクターがね突然お母さんの介護をすることになってかなり苦労も。 したというか格闘になったといったんですかね,そすね、はい。そうですね。あのやっぱりその男性の方がこれ本当に一般論で統計があるわけじゃないんですけど、はい、これ誰かに対して助けてっていうの苦手ですよね。うんうん、あのカップルで旅行とかすると道に迷うじゃないですか。はい、その時に男性は一人で必ず何とかしようとして、はい、女性はなんかそこら辺の人にすぐに聞いてなんかちょっと友達になっちゃったりするって感覚があると思うんですけど、うんうん、男性ってまあ まあ、もしかしたら男性ホルモンが関係してるのかもしれませんけど強がってな,んかなかなかこう助けてくださいっていうことが苦手なななんじゃないか自己解決をしようとする傾向にあるということですね。できる限り誰人の助けを借りずに自分で完結するっていうことに脅迫観念があるような感じがしていて、うん、でそれに捕まっちゃうとやっぱりその介護が大変になる介護って一人じゃ絶対無理なので。うん というのが、やっぱりその番組の中でも見れたんじゃないかなというふうに思いました。なるほど最近はあの介護サービスとかね、いろいろあると思うんですけど、はい、そういう第三者的なところにも。なかなか行きづらいですか。行きづらいです。これ二つの意味があって、はい、あの介護される方が男性の時。 っていうのもやっぱりほっと,けとかやっぱりその第三者が入ることに対してやっぱすごく抵抗がある方が多いっていう印象があるのとあとその男性が介護に入ってるとやっぱりできる限り自分でやろうとする仕事に近いのかなと思うんだけどそんなことも自分一人でできないのかって言われるのをなんか恐れてるような感じがしてやっぱちゃんと本当に第三者ってプロなのであの皆さんもその自分の分野で専門性のある分野でプロになるまで何年ぐらいかかりますかって言われたらやっぱり。 短くて5年、うんまあ、10年ぐらいあると嬉しいなと思うと思うんですよ介護もプロがいる世界でそんな簡単じゃないんですけど食事一つにしてもねやっぱりその糖尿病の方に合わせた食事もしくはその高血圧の方に合わせた食事、うん、でしかもそれって自分でクッキングってあんまりね男性って今の日本の場合はまだねクッキング男子みたいな。 そのそれできることがちょっと特殊になってますけど介護の世界だと毎日のことだからそれ自分でできますかっていうとまあ多くの人はでできないと思うんですよね家族だからと思うとちょっと抱えちゃうところはあるかもしれないです、ね、それが恐ろしいところでやっぱり自分のことを愛してくれたすごく大事な人だから自分で何とかしてあげたいっていう気持ちはすごくよくわかるんですけどその出口それ,それを突き詰めると出口はやっぱり。 結構辛いいいことにななるケースが多いなって思います,、うんそうですね、確かにその介護をされる側も本当にこう嫌がっちゃうとかあと本当に肉親とかだとそもそもされたくないと恥ずかしいとかそれを今度また受け取る側もあってそこのお互いの葛藤っていうかであのうちの、まあ、祖母もそうだったんですけど、えー、ともう介護を受けるぐらいだったらもう 死にたいいってて言い出して <laughs> そもそもその、まあ、施設に入ってたんですけど、はい、食べ物もわざと食べないで夜中の間に点滴してなんとかこう栄養を与えるみたいな状況もあったんですけどそういうのってもうアマチュアじゃどうにもなんないですよねアアマチュアではどうにもならないし実は親子の方が難しいっていうふうに思ってます。あの親子ってあのむしろ 簡単じゃなくてうまくいかないケースのが多いと思います。まそうでしょうね。あのいろんなこう世界中で流行る映画って多くがこう親子の確執書いてるじゃないですか。はい。スター・ウォーズだって本当はダースベイダーがルークにね、そうね。I love you って言われたらあのあの戦争なかったんですよ。そうですね,ね。それだけ大変なことになっちゃう。<laughs> はい。そういう世界があってやっぱ一旦親子って簡単じゃないんだと理解してそこにやっぱりプロフェッショナルを入れるっていうこと、うん、それがすごい大事だと僕は思ってます。はい。じゃあ本当にそのスルフォームされる側も。 だってまあ、昼の番組で申し訳ないんですけどそのいろんな世話をしなきゃいけないわけじゃないですか、はい、そういうところを本当に受け入れられるのかと、あのー、いうことですよね。えっとですね介護ってそのやっぱり目的理想があってそれって介護される人がこんな体になってもこんな状態になっても生きててよかったって感じられる瞬間を想像するっていうクリエイティブなな仕事なんですねでそれがその理想が分かってないままそのなんて言うかな えと本当にその食事の介護とかまあ排泄の介助とかそういうことって大変なんですけどそれ手段でやっぱそれが本当に相手がなん,かあなんか楽しいと思ってくれたりとか嬉しいと思ってもらうために本当にあなたがそれをすることが最適なのかっていうふうにあなたがそれをしたいのは単に自分の罪悪感を消したいだけなんじゃないのっていう大事なのは罪悪感を消すことじゃなくてやっぱりそのどんな障害があったとしてもやっぱ生きててよかったって瞬間が得られるっていうことそういう希望が でできるってことがすごく大事で介護のプロって別にそのなんかみんなが嫌がる仕事をしてるんじゃなくてむしろそういうすごいクリエイティブな仕事をしてるんだっていうのをすごくみんなに知ってもらいたいことですねじゃ、はい、実際にさまざまなケースがあるのでこの時はこうっていうのが個別違うとは思うんですけど例えばその介護が必要っていう状況に直面したらどうすすべきなんですかえとです、ね、これがすごい難しくて介護が必要だっていうふうに感じる瞬間が多くの一般の方は遅い遅いんですよ あのもうなんか寝たきりになってからとか、うん、みんなその介護ってこういうものだってイメージがちょっとあって、うん、そのくせ実は介護にに関すする知識は基本的にあんんまりないんですよねで介護の始まりって意外と素人だとこんなところから介護って始まるのって思うかもしれないけど、はい、病気と同じで早く対処すればするほどやっぱりそのなんていうかな健康でいられる時間を長くできるから、うん、とにかく早期の対応が必要なんですよ。そ、まあ、それこそ例えば先月2回転んだとか そそののレレベベルルでですすか十分可能性があります2回も転ぶのちょっとおかしいし、うん、あとは、えー、と信号が青のうちに渡りきれないとか歩行<ー>速度が遅くなっているみたいなことっていうのはもう十分<ー>プロからするともう十分危なくて。えー でえー、と皆さん知っていただきたいんですけど介護が必要になったら要介護認定の申請を行うんですが、はい、仮にそれで申請にやってその要介護じゃないよって言われたとしても危ない状態だったらその自治体からいろんなサポートが受けられるんですね<あ>それ以上悪化しないように例えば自治体にもよるんですけどそれこそ,その、えー、と通夜の使い方の講習を受けられたり家の中のバリアフリー化を無料でもやってもらえたりとか本当いろんなことがあるからとにかく早めに対応すること一番難しいのは 介護の D1 を見つけるのが一番難しいです。うんなるほどね。今日からだっていうのが難しい。そうですね、うん。僕なんかそれ15年かかりましたからね。ま、<laughs> そうですか。だって。<laughs> される方も認めたくなないだだろうしもまだかなって思っちゃいますよねそうなんですよされる方がやっぱり介護っていうのがすごいネガティブなイメージがあって<ー>今日から介護なんだって言っても私もこんなになっちゃったみたいなお荷物みたいな感じになるから、うん、そうじゃないっていうのをサポートなんだってことですよねこれ,これからそれをやっぱり日本全国で先にやっぱりみんながそういう認識になってで世界で最も高齢化している国だからそれを世界に対して発信していけるっていうのがすごい希望だと思うんですけどとにかく認識が。 大きく違っているっていうのを多くの人に理解いただきたいなというふうには思ってます。はい。そうですね。あのサービスをいろいろこう使う助けを得るためになんか司令塔になるべきだとおっしゃってるそうですね。はい。えっ、ー、と。 あのうまくいっている介護の事例というのをですねある研究者が一生懸命調べてるんですけどまあ仕事も介護もすごく上手にこなせてるよっていうケースそれでまあ面白いんですがそのケースの多くが優秀なマネージャーだったんですよつまり自分の手を動かすのではなくて周辺にいる人を動かして目的を達成するっていう仕事を普段からやってる方の方が介護も同じで目的はちょっとでもね なんかこう元気なくなっちゃった親がすごい笑顔になって旅行するとか,なんかこう三浦大知行くとかって言い始めるのがすごい大事でも,でもその悲しくなっちゃってる状態からそういうふうにすればいいわけだからそうするために何が必要なのかってことをちゃんと考える自分の手足を動かしたってそうならないので,でそ,のそこはやっぱりすごい大事なところだなと思いますはい。 プレイヤーではなく司令塔になるということで、酒、はい、井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。したえー、気になる方、詳しくはニュースピックスのサイトにある酒井丞さんのページチェックしてください。アメリカンエキスプレスピックワンでした。